タケノコ狩り終わりましたですね。こんなにいっぱいでかいのできた。そう、大体このぐらい。これからまずこれより、まあ、地面に潜ってるものを探して、こっちじゃないですよ。これはちょっともう硬くなっちゃってるんで、このぐらいですね。このぐらいのタケノコ探していただきます。はい、この赤い粒々がタケノコの終わりなので、はい。Hello everyone, minasan konnichiwa. This is Masunga John and today I went for bamboo shoot harvesting event. 今日はタケノコ狩りに行きました。大滝の方に行きました。千葉の方。とても遠いなんですけど、タケノコ狩りはとっても面白い。Bamboo shoot harvesting event is very, very interesting.Actually, climbing mountain is kind of tough, but it's real worth it. It's one of the popular events in spring in Japan. So I went and really, I really enjoyed it. It was fun. Please this watch this video for how I did my bamboo shoot harvesting. So before starting bamboo shoot,harvesting, we had to get explanation of how to do it and how to get it, I mean to find it. You know, it's a mountain. It's kind of challenging because climbing mountain is kind of dangerous, but we had to get an explanation of how to get a sweet or yummy bamboo shoot. There is a size of a good bamboo shoot, and the big one is not good for eating, but it has to be small, very small. I mean, from the ground, ground level, and there's a size of, of a good bamboo shoot. So we had to get explanation of how to.First of all, get it, find it, and how to harvest it. There is a technique. You don't just get any bamboo shoot which you see. だから、あのバンブー、あのタケノコ狩りやる前、説明してもらって、どんなあのタケノコが美味しいかどうか、そういう説明してもらって、で、そのあと、タケノコ狩りが始まりました。So, after the explanation, then we started harvesting. It was fun. Real, real, real fun. And we really enjoyed it. Please watch the video. これからタケノコ狩りに行きます。タケノコいっぱい。A lot of bamboo trees。すごいね、バンブー trees か。わあ。あれはね。見てあれ、すごい。これからタケノコ狩りに行きます。わあ、It takes time. そう、大体このぐらい。これからまずこれより、まあ地面に潜ってるものを探して、こっちじゃないですよ。これはちょっともう硬くなっちゃってるんで、このぐらいですね。このぐらいのタケノコ探していただいて、で平らなところは掘るの大変なので、これ下に行くと平らなんですけど、平らなところは意外と掘るの大変です。
で斜面の場合は斜面の掘り方はこう斜面の下側をですねこう削ってって 掘ってもらうっていうより何ですかね、タケノコにくっついてる土を剥がしてってあげるようなイメージで掘っていただくと、意外と掘りやすいと思います。でタケノコの終わりなんですけどこう掘っていただいて、まあ、ちょっと皮をペラッとめくっていただくと赤い粒々が見えてきますので、赤い粒々がタケノコの終わりです。でまっすぐ生えてるタケノコってなくてどっちかにこうどっちかに曲がってるんですね。この曲がってるこう内側に、これだったらこのタケノコだったらこういう山側にこう曲がってるのでこっち側からこう加えてあげます。こう、はい、曲がってる内側にこう桑をこうポンと入れてあげるような形になります。でこのトンって入れるのが難しいようであればここ入れるところに置いてもらって足でこう蹴ってもらえればタケノコ柔らかいんで刺さります。はい、はい、であとはテコの原理でこう起こしてもらえればタケノコ簡単に取れます。はい、はい、ありがとうございます。はい、この赤いつぶつぶがタケノコの終わりなので、はい、これが見えるまで掘っていただいて、今のようにクワを入れていただくと、まあ綺麗に取れるような感じになります。はい、で、まあここの山でもいいですし、まあ、この道をですね向こうに行っていただくと、先ほどのお客様が上がった山の上の方に出ますので、これ行ってもらって、上の方で探していただいて、また戻ってきて道を降りていただくと、まあ山を下らずに降りなくて済むので、まあそのような形でやっていただければと思いますので、またわからないよとか見つからない掘れないよがあれば言っていただければお手伝いさせていただきますので、まあこの下も結構出てますし、まあこっち行っていただくとまた結構出てると思いますので、とりあえず滑らないように、はい、気をつけてやっていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃあこれ危ないだろ。なんとか。So that was the explanation of how to get the... いいの見つかったよ。はい。見て、これ。はい、そこですね。もう根が出てきたから。うん。で、こう。そうそうそう、ここ。で、ここ。だからもう少しここを掘らなきゃいけない。ああ、なるほどね。わかりました。OK。これぐらいね。うん。それで、そっちから。こっちから。ざっくり。もうちょっと上。もうちょっと上。もうちょっと上。これ、ここら辺かな。そこ。OK。よっ、got it!はい、よかった。ゲットした。でかい。うん。初めて。初めて？うん。あ、そう。最初の。うん。オッケー。初。やったやった。オッケー。I got my first。最初のタケノコゲットした。すごいね。見てこれ。怖いけど、あ、なんかでかいロッツあるね。Is a big root。 なにこれ、でかいロッツ。またゲットした。でっかいのゲットした。Thank you。Just finish。終わった。じゃあ帰る。すごいねこれ。でっかいこれ。わあ、終わった。Finish. No, it's time to go back home.
入ってる。すごいね、これタケノコじゃなかったらやばいね。タケノコ狩り終わりましたですね。こんなにいっぱいでかいのできた。これ何？これ山の？山口の絵。タケノコ狩り。とても楽しかった。イエー、楽しかった。ありがとうございます。Thank you。Sorry, it's DJ.